オメロマン氏はアルゼンチン人で、単語の楽曲、スール・スールの作詞で知られる。その他、作詞した単語は多数に上る。ジャーナリズムの仕事に短い間勤めた後、文学と教授をしていたが、旧新市民同盟、ウニオン・シビック・ラディカルの党員だったため、教授を辞めることとなり、芸術の道に進む。1931年に、 セバスティアン・ピアナ作曲で、オメロ・マンシが作詞した、ミロンガ・センチメンタル・ミロンガ・センチメンタルがヒットする。ミロンガや単語の作詞家として、ヒット作を出す。単語の待ち針をで単語で、アニバル・トロイロ作曲の単語の作詞を初めて手がける。オメロ・マンシ作詞の最も有名な単語は、1948年の、スールであろう。サンファンとボエドという、 ツールの出だしに出てくる地名の場所の角のオメロマン氏が、この歌詞を書いたとされる、喫茶店は閉店したが、その場所に、エスキーナでオメロマン氏エスクイナでオメロマンツイという、タンゲリアがある。1952年にオメロマン氏は死去する。死ぬ前の遺作は、ペロンに捧げるミロンガとエビータに捧げるミロンガミロンガ、A ペロン、Y ミロンガ、A エビータである。 当時の大統領の不安ペロンの大政に反対の立場だったオメロマン氏のエスプリが伺える。アニバルトロイロはオメロマン氏を痛み、レスポンソリスポンソとアオメロエーホメロという単語2曲を作曲した。ありがとうございます。